はい、前回ですね、首相撲からの曲げ、シュートボクサー対策、シュートボクシングの選手と戦った場合に、投げられそうになったらどうするかっていうのを対策するために、どうやったら投げに入れるのかっていうのを逆にちょっと研究してみました。ある方からアドバイスされてですね、こう、まあ、首相撲から腕をロックして、首投げっていうパターンだったんですけど、一本背負うのがいいよっていうアドバイスをいただいたんで、ちょっと一回一本背負うをやってみたいと思います。首相撲からの一本背負う、この、ま、首の中、ま、こう首の取り合いの中から、このまま腕をロックします。腕をロックしてこのまま、はい、入って、おいっていうのを、もしかすると将来、同じキックで、もっとシュートボクサーとかいるかもしれないんで、はい、一回やってみましょう。はい、そうです。はい、ここに、で、このマップでロックする、はい、飛んで、おっと、おっと、おっと、ああ、入った。ものすごい顔してましたよ。今ね、遅いんでね、こういうこともあるということをですね、頭に入れてやってもらいたいと思います。よっしゃ。